泰山は、中華人民共和国三島省大安市にある山。高さは1545メートル。法然の儀式が行われる山として名高い。道教の聖地である五つの山の一つ。河北平原の丘陵を見下す有権かつ相関が、絶頂は五竹独,独村とも言われ、五竹で最も傾向される、春秋時代以来の伝統がある。一例として、 泰山自身は天下の大事であった。ユネスコの世界遺産に登録されている。また、泰山国家地質公園としてジオパークにも指定されており、ユネスコの世界ジオパークネットワークにより認定されている。主として、東学大帝と、壁霞本君と、眼光内を祀っている。泰山福君は、病気や寿命、死後の世界のことなど、 生死に関わること全般に、また平気霞元君は出産など、女性に関する願い事全般に、そして、眼光内内は目に利益があると、それぞれ信じられている。その人気は、札山の観音信仰と秘せられるほどで、中国大陸での人気を二分している。泰山玉校長そもそも、泰山では、東学大帝が最も重要な神威として、祀られてきた。 五漢大には、俗に大衆上に、金京、玉作があり、人の年こと武器の終端をよく知ると記されている。つまり、大山の山頂には、人間の寿命の定数を記録した現場に相当する、帳簿が置かれているという信仰が存在していた。下って、紀神南北朝より東大頃になると、 その長望を管理する人間界同様の組織の存在が想定されるようになる。こうして長官としての泰山福君が出現し、その配下の官僚としての泰山守母泰山六時、泰山五白等の存在が生み出されてくるのである。日の出また、五官代には伝来していたとされる仏教の漢役経典中に見られる泰山地獄が、 中国では現実に実在する大山の地下深くに存在するものと考えられるようになった。こうして、大山地獄も誕生する。壮大頃に入ると、後継ぎ問題により、娘の平家恥元君の人気が上がり始め、現在のように平家恥元君に参詣するという形式になったという。秋代の小説、生成院園伝には、その信仰が詳細に描かれている。 山頂へと続く山道には、と母宮や官邸病といった多くの道官群や、渓谷の一面に、下言行が掘られた、教石咲古がある。また、頂上付近には、壁霞宮と呼ばれる壁霞元群を祀った、道神や、玉光閣という東楽大帝を祀った道、道官、官の武帝が建てたと伝えられる、無慈悲という悲鳴が、無慈の悲文、まがいと呼ばれる、 幻想皇帝が掘らせた宝然の碑文があり、見どころとなっている。大山の道館には、東岳大帝と、壁霞本君と共に観音菩薩や、弥勒菩薩を祀っているところも多い。山麓には、大山福君を祀った大病がある。大病の壮大な有様は、中国三大建築の一つに数えられる。大病は現在は、大安博物館となっており、 当然の時に記念して掘られた多くの碑文がここにある。有名なところでは、旗の始皇帝が行行の折に大山に残した、李氏の碑文が見られる。大山とその周辺には、不祥寺や竹林寺、霊岩寺といった由緒ある仏教寺院も多く、特に霊岩寺には日本からの総当州の留学生が、壮大に多く訪れている。大山山頂までは、 現在、一般道が中原まであり、また、そこからは、ロープウェイが走っており、たやすく登れるようになっている。ただし、大山の標高は1500メートルに過ぎないが、山麓の地表の高度は0メートルに近いため、麓から歩いて登るときには3時間はかかる。最初から頂上までは、石段が整備されている。途中までは、バスで行くこともでき。 約3000段分を省略できる。正確ではないが、この途中のバスターミナルは登山道のほぼ中央に位置しており、歩けば、ここまでに3時間、ここから南大門、頂上までさらに3時間程度かかる。南大門への最後の石段の角度は70度くらい、あり石段の幅も狭いが、左右に手すりがあるので安全に登ることができる。登山道は、 南から北にほぼ一直線。ただし、石段の幅が数メートルあるところもあり、石段をジグザグに登ると疲れにくい。壁霞宮宝禅は皇帝のものであるが、庶民の間でも大山にまつわる信仰の歴史は古い。春秋戦国に書かれた創始の内編の第一章用を言うにはすでに大きいものの例えとして、大山という名前が記されている。 宗詩では人間の小ささを表すために絶大な大きさを持つ架空の方という名の鳥を例に対比させている。これは泰山がとてつもなく大きいものの代表という概念が春秋時代にはもう形成されていたことを示している。山と道教といった関係からも道教と泰山はもともと相性が良かったと言えよう。東神の宗神記には 早くも大山が神聖を帯びて、冥界の神として登場する。以後、大山福君を中心とした、大山信仰は、太平皇妃や、エビス、ケンジなどの異文に多く見られる。壮大に入ると、山頂の壁霞元君病の周辺から壁、霞元君像が発見されたことを契機に、大山での信仰形態が変化する。 泰山福君の娘で女性に関すること全般にご利益があるとされる壁霞本君へ参拝することが女性の間で人気となり秋代に入ると主審である泰山福君の人気を超えるものになったその後壁霞本君を祀った壁霞本君廟が中国各地で作られた本廟以外大安市内にも 壁霞カ君を主神として祀る病は四つも存在する。そのどれもが戦災を経て減損もしくは復元されていることも特筆すべきことである。これは一貫した壁霞カ君人気を表すものに、他ならない。また、エドアール・シャバンヌは、当時の北京にあった壁霞カ君病を調査し、大山に記載している。大山は、 壁霞本君を出身として、今でも多くの参拝者を抱えており、1987年に複合遺産として世界遺産に登録されている。文化遺産の登録基準をすべて満たしている。大山や周辺には仏寺も見られる。決して多くはないが、霊岩寺、不祥寺、竹林寺という遺書が正しいものが多い。中でも、霊岩寺は、 創建が前進とも言われ、宋代には天下の四禅の一つに数えられている。日本からも創当州の僧侶が多く留学に、ここを訪れた。霊岩寺には及ばないが、不祥事も宋代に、高麗人の満空禅寺が建立したものとして名高い。歴史的には、大山と仏教との関係は、五個十六国時代に、ジクソ・アキラが陰遁したことに始まる。 水慶中、偽証者苦労死、名正記高僧伝などの同時代資料によれば、仏都町門下の総明は、前身の孔子元年に、大山の随国に陰性し、それによってこの谷は、明公国と呼ばれるようになったとされる。前身の府県、後神の陽郷、五円の母用水、南円の母用徳らの五個の柱の尊数を受け、北義の道部帝も、 宗明アキラに対して、指令を取ったという。北義大、そのアキラ広に建てられた、アキラは、提出の保護を継続して受け、それが、闘技、北西にまで継承された。また、その周辺に建てられたのが、霊岩寺や、新宝寺などの所持である。霊岩寺の回帰については、仏土町が清水を湧き出させた地であるとか、軸層。 明ゆかりの地に建てられたという伝承が見られる。孔子が泰山を訪れていたことから、泰山には孔子にまつわる名称や孔子病が作られている。宋代には孫福をはじめとする泰山学派と呼ばれる儒学者たちが、西南の麓五賢祠に移り住み大いに栄えたという。五漢博物史には泰山で人間の寿命が、いかほどかを測ることができるという。 五感症元伝に死者の霊魂は大山へ行く記述がある。しかし、こういった大山と死者の世界が結びついた文献は、寛大以前に見えない。しかし、仏教仏典には大山地獄を扱うものが多い。仏教での地獄は、インドの言語で、ニラやニラや、奈良か奈良区で簡約に訳すると、地底の牢獄つまりは、地獄としたものである。 仏教伝来初期、仏典の歓約をする際に分かりやすくするために、中国のある事物や語彙を借用した。言語のニラやナラカは通じがたいと判断し、泰山がインドの趣味山に匹敵する鉱山であることを、大山神が根泊を滅すという俗説に便乗して、地獄が泰山にも存在することを研究した。三国時代から、 疑心時代につれて、漢訳仏典にはしばしば、泰山地獄、泰山王、泰山の鬼、泰山畜生垣、泰山焼きにのところ、泰山指の毒などの地獄を泰山に腐敗した用語が出てくる。また、仏教仏典には、泰山が崩れるような懺悔という言葉があり、山が体を表現して、大きい山を泰山に統一。大山を周知していることからこの言葉が生まれたとされる。 現在の苦悩と死後の葛藤の軽減にこういった考えをするようになったのではないかとされる。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。沢田水穂、久保のりただ、中国の大山、世界の戦意講談段 P P68ISBN4 から06から143299から0、 田中文雄、選挙往来、同郷の世界、春秋社、P123 から130、ISBN 43億9331万2716、ありがとうございます。